ホーム車内から、ヤワタ駅構内を見る、ヤマハ本社。その東側に、ヤワタ駅が見える。ヤワタ駅は、静岡県浜松市中区八幡町にある、遠州鉄道鉄道線の駅。駅番号は04。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。駅舎があるが、終日無人駅。早朝深夜を除いて、列車交換が行われる。 2012年11月23日まではこの駅が高架線の北端となっていたが、翌日からは平成17年度より始まった、遠州鉄道鉄道線高架化事業の完成により、上島駅まで高架が延伸された。それと同時に終日無人駅化。比較的近年まで発車表が反転フラップ式であったが、すでに LED 式に交換されている。なお、 反転フラップ式はその後も隣のスケノブ駅に残存していたが、高架化の際に形状の異なる LED 式に交換された。かつての地上駅時代、当駅から隣接するヤマハ本社工場への専用線が分岐し、工場から出荷されるピアノやオルガンなどの輸送を行っていた。ヤマハ工場が建つ前に、 眉市場があった頃も専用線が敷かれており、眉の輸送を行っていた。1926年に設置された浜松眉市場の最寄り駅として設置されたのが由来。当初は眉市場で定期的に開催されていた中部六県折物共進会への最寄り駅として、期間限定の臨時駅として設置されたのが、付近住民の請願で後に正式な駅に昇格したもの。 その後、繭市場が閉鎖され、跡地に山ハ本社が建ったことから、地名の浜松市八万町の八万を取って、現在の八幡駅に改称された。なお、八万の地名は、近隣にある浜松八万宮にちなんで命名された。2019年度の乗車人員は40万5272人、降車人員は39万2320人。主として、通学。 通勤用に利用される。1980年度以降の乗車人員を呼び、降車人員は次の表の通りである。ありがとうございます。